ポール・バーホーベンは、オランダ・アムステルダム出身の映画監督。名前の発音はオランダ語では、パウル・バーフーベとなる。幼少期を、第二次世界大戦下のオランダのハーグで過ごした。その中で、自分たちオランダ人の味方であるはずの連合軍が、ナチスの軍事基地があるハーグを空爆し、死体が道端に転がっているという日常を過ごしている。ライデン大学で数学と物理学を学び、 あとに、オランダ海軍に従軍し、ドキュメンタリーを制作するようになる。その後テレビ会入りし、1960年代に中世、オランダが、舞台のテレビシリーズ、フロリスの監督を務めるトガー・ハウアーと出会う。以降、ルトガー・ハウアーは、バーホーベン作品の常連となる。初監督映画作品は1971年、ワット・ジエン・イク。 続く1973年の作品、ルトガー・ハウアー、危険な愛で、1974年のアカデミー、外国語映画賞にノミネートされるなど注目を集めた。1977年公開の、女王陛下の戦士は、ゴールデングローブ賞にノミネートされ、世界的な人気と評価を得た。1985年公開の、グレート・ウォリアーズ、欲望の剣からはアメリカに渡り、 ロボコップやトータルリコール、スターシップトゥルーパーズなどヒット作を連発する。1995年のショーガールでラジー賞のワースト監督賞を受賞。ラジー賞史上初めて自ら会場でトロフィーを受け取り、笑顔で蝶々が芋虫になった気分だとスピーチを行った。2000年のインビジブルではスタジオの奴隷になった気がしたと振り返り、空っぽな作品だとまで表している。 その後オランダに戻り2006年ブラックブックを公開25億円をかけたオランダ映画界始まって以来の対策となったがオランダだけでは資本調達ができずフランス、イギリス、ドイツ資本からも資金提供を受けたアメリカ時代の反省から VFX を一切使わずに撮影されている2016年第16回マラケシ国際映画祭トリビュートを受賞 2017年第67回ベルリン国際映画祭の審査委員長に就任。ありがとうございます。